今日ね、バーベキューなんだよ。みんな結構高性なことやってるな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、イメミの館へようこそお越しくださいました。はい、今回は日本の田舎をテーマにした朝の村に行ってみたいと思います。季節的には夏の夕方頃らしいけど、まあなんかいい感じ。田舎で夏ってなんかいいよね。田舎といえばなんとなくそういう感じ。テーマ的にも僕の夏休みとかね。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで朝の村に出発。はい、朝の村に到着。お、竹林が靴2通りあるってことかな。着替えが。夢の世界へようこそ。あなたは今朝野という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の朝野の世界をご堪能遊ばせ。ちょ、なんかイントネーションが人間ちょっとよく分かってないんやけど、あ、朝野村。私ずっと朝の村って言ったけど、朝の村な気がする。多分そうだと思う。よし。じゃあちょっとこっちの女の子セットで行きましょうかね。上は一緒ってことかな。あ、帽子もか。上と帽子は一緒ってことかな。へい、ってことって。アロハや。アロハ。雪かな。そして、こっち側取っとこう。吹き出し花火。イェーイ。あ、めっちゃいい。あ、もうめっちゃいい。シュン。はぁ、なくなってしまった。お、これは?かぼちゃ畑や、かぼちゃ畑。よきよき。こっちは何?玉ねぎかな。多分そうなはず。これは花かな。一瞬トマトかなって思ったけど、多分花かな。かなきっと。あ、この辺に動物の家が集まってるのね。なるほど。この竹林を抜けた先、この辺りは全部動物たちの家っぽいね。じゃあちょっと、お、この森の中を抜け。あ、お、かかし。これは、お米かな。いいね。いや、いいやん。あ、どうも。でもちょっととりあえず、こっちの、一軒目の家に、なんかちょっと、ボロい感じの家だね。さあ、ここの住人さんは、家の中かな?周りにはいらっしゃらない。ん?いらっしゃらないね。よし、ってことで、お邪魔します。あ、どうも。田舎の商店街って感じかな。いらっしゃいませ。どうも。カフェ。こっちがカフェってことか。お、なるほど。あ、これ。道端で。こっちたこ焼きやね。これはホットドッグ?こういう感じかな。あー、いいね。こっちは温泉?お風呂屋さんかな?お邪魔します。お邪魔しますっていうのもあれやけど。銭湯。よきよき。これはあれかな?自分の荷物を入れるためのカゴってことかな。そして番頭さんね。あー、いいね。お風呂上がりの牛乳をぷはーっと。あ、そして、このマッサージ機。降りたい。マッサージ機。私、小さい頃からマッサージ機めっちゃ好きなんよね。え、なんか、ババ臭いとか言うけど、正直、幼稚園ぐらいの時からめっちゃ好きやから。おじいちゃんおばあちゃん家行ったら絶対マッサージ機に座るっていうね。お、
ザブーンと富士山の絵が飾ってある。いいね、そういうところも細かく細かく。はい、そしてこのセミの鳴き声もめっちゃ良き。あ、これはあれかな、電信柱の代わりみたいな感じかな。すげえ、さすが。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、奥は食べ物屋さんがいっぱいある。なんかちょこちょこした食べ物屋さんが。ここはうどん屋さんって感じ。香川県とかやとね、ね、いっぱいありそう。何気にこう私四国に住んどるけど、四国の他の県ってそんないかんけんさ、よくわからんねよね。なんか本州に行くときにちょっと通るとかそういう感じ。あ、でもあれか、愛媛からやと瀬戸大橋渡る県、他の県を渡るっていうこともそんなないんか。え、なんちょっとこのお寿司をかけての勝負だね、きっと。きっとそういうこと。あ、ここなんかちょっとおしゃれなお店。見て見て見て、これねえ、何気にちょっと洋食屋さん、いいやんいいやん。きっとここはちょっとね、田舎からするとめちゃくちゃおしゃれでちょっと入りづらいかなーみたいな感じの場所なのではないか。あ、そしてここはバーかな、そういう感じなのかもしれない。いいねいいね、よきよきだね。田舎のバーとかってなんかちょっとおじいちゃんとかが集まってそうな感じ。でなんか昔ながらのおかみさんみたいなのが、おかみさん、ママさんとかがおったりとか。はい、それじゃあ右の部屋へ。あ、なんか思ったよりもおしゃれなカフェだった。でもうちょっと素朴な感じかと思いよったけど、え、意外とすごいおしゃれ。いいやん、めっちゃいいやん。ねえ、さっきの洋食屋さんに負けんぐらいにはおしゃれじゃない？いや、まあ場所的にはこっちの方がよっぽどね。あっち地面むき出しやったから、コンクリが。いいね、ゆったりできそう。手前の方ではね、本を読み寄る人もおったし。あ、出てしまった。久々の。はい、ってことで再び。はい、上の階へ。お、上はお鍋とおでん。なるほど。なんか常連さんとかめっちゃ集まりそうな感じやね。おー、親父、今日もやってるかいみたいな。で、ここでなんか会社の愚痴とかいろいろ聞いてもらうんやろ。もうやってらんねえよ、俺。ウィッグみたいな感じの。私、そういう、あ、小さい頃に、なんかおじいちゃんと一緒に、おじいちゃんが連れて行ってくれよった、なんて言うんやろ、あれ、おでん屋さん、何屋さんなんやろ。なんかわからんねえけど、なんかドラマとかにもよく出てきそうな感じの雰囲気の、なんかお店よく行きよって、そこはもうなんかおじいちゃんがすごい常連で、なんかお店の人とめっちゃ話しよった。はい、それじゃあ地下へ。お、地下は、あ、住宅街かな。ん、そうなのか。なんか番号が打ってある。1番。これは何を表現しとるんやろ、これ。あれかな？こっち側が、その住宅街っていうか、そういう感じ？あ、すごい！これもしかして一軒家みたいなの表現しとったりとかする？一軒家？違う、マンションかな？マンションや、マンション。これマンションのベランダってことやろ？で、ここなんか、こっちの部屋の人は、まあ、ベランダで朝顔育てよって、で、これがなんか部屋同士の仕切りで、で、こっちの人は、ベランダに洗濯機、洗濯物干してあって、で、虫を飼ってると。で、あれはまあなんか、カーテンがかかった、あ、ドア。ドアっていうことなんやろね。ガラス戸みたいな。で、こっち側多分、なんて言うんやろ。レンタルの倉庫みたいな感じなんじゃないかな。
で、これ多分マンションの人の自転車。これ1号室、2号室、3号室みたいな感じやろ。で、ほら、アマゾンから届いた荷物を、ちょっと今、ね、倉庫の方に持って行きよると。なんかそういう感じやと思う。え、すごい。え、これめっちゃすごくない？ねえ、え、この表現超好きなんやけど。え、良き。え、めっちゃ良き。いや、こういう感じやんだって、マンションとかってね。すげえ。いろんな表現の仕方があるね。はい、それじゃあ。さあ、二軒目の家は、こっちかな。こっちの一番端の方に行きましょうか。あ、住人さんや住人さん、どうも。吉野さん、親戚の誕生日なんだ。お、マジで？じゃあちょっと今、お祝いムードなんじゃないの？家の中。親戚の誕生日。お邪魔します。ちょっとなんか裕福な感じの家の子かな。お、ほらほらほら。多分、このね、いい感じの、この辺では、ちょっと有名な感じの家なんやと思う。そして親戚の誕生日に、お寿司をね。え、なんかこれ、飛び盛りで初めて見た気がする。これ手巻き寿司？ね、そんな感じよね。え、すごい。そんなのあるんや。こういう、なんか小さい頃、こういうちょっと大きめの和風の家に住むのがすごいなんか憧れやってんやけど。なんか地域ですごいお金持ちな感じすることない？いや、洋風な家もいいんやけど、なんか由緒正しきみたいな、代々続いてそうな感じの家。なんか古っぽいんやけど、めっちゃでかいみたいな。なんかかっこいいなって思いよった。なんか友達の家がそういう感じやってけんさ。お皿なじみの子が。はーってか、あ、さらに追加されるよ、ちょっと。え、めっちゃいいやん。親戚の人どれ？これはまあ家の人よね。あ、ケーキまで用意しとる。そして、これは桃は、あ、これケーキもしかして作ったんかな？多分桃入りなんやね、ケーキ。ここにさらにあのお刺身が出されるのか、めっちゃいいやん。この人多分お手伝いさんやろ、格好的に。いいね。そして奥の部屋。お、なんか、意外とあれやね。畳、床は畳なんやけど、ベッド置いとるし、ね、ソファーあるし、なんかあの、家具がめっちゃ洋風。このアンバランスさもなんかいい感じやね。ほら。なんかめっちゃ洋風。なるほど。意外と趣味はハイカラな感じなんかもしれんね。さあ、そして、右側の部屋へ。お、右側は、お、何やってんの？工作？夏休みの宿題みたいな感じかな。え、これもしかしてあれ？机に書いてるの？違うよね。こういう、え、セットのアイテムってことよね。ちょっとびっくりした。ここはあれかな？客間かな？あ、仏壇や、仏壇。あるよね。なんかちょっとこう、おじいちゃんおばあちゃんの家とかって仏壇あったもん、なんか。なんか小さい頃。今もあるけど、すごいなんかでっかい仏壇。なんか若い人って結構、まあっても、ちょこっとあるだけみたいな。一角にちょこっとあるだけみたいやけど、なんか仏間みたいなのあったもんね。仏壇ドーンって置いてある部屋みたいなの。この辺お供え物やね。そしてここで、寝る。客間も兼ねとんかな？そういう感じ？これ多分、あれね、親戚の子これかな？親戚の子供？なんかそんな感じがする。この家というよりはお客さん用の部屋みたいな。ほい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、これ女の子。これ外におった女の子の部屋かな。ね、そんな感じ。ここもベッドなんやね。
やっぱこう、女の子らしい感じの。いいね、いいね。これ何？あ、これ、あれやん。ポテチやない？ほら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 。え、これ多分ポテチやろ。ポテチの海苔塩味やろ。あ、小池屋のやつかな。でもそんなか、なんかこう、ああいう感じの色合いやん。なるほど、海苔塩派か。私、薄塩派なんよね。はい、そして、地下へ。お、地下はお風呂やね。お風呂はこじんまりとした感じで。あ、そこはなんか腰掛けるところかな。いいね、そういうのあるの。おじいちゃんおばあちゃんとか助かりそうじゃない？よきよき。あ、ここはあれ？トイレと一緒になってるパターンの。あ、ちゃんとほら、トイレ用のスリッパが置いてあるよ。はい、それじゃあ。さあ、三軒目のお家は橋を渡った先やね。ここ、ここ。はい、橋を渡った先。ここか。ここもなんか、え、結構なんか良さげな家じゃない？びっくりした。どうも。あ、どうも。やば、誰だっけ？いや、私はこの村のものじゃないんで大丈夫よ。いや、田舎とかやったらやっぱみんな知り合いとかやったりするもんね。大きくなったねー、みたいな、なんか。はい、お邪魔します。お、すごい。やっぱなんか厳格な感じの。でもなんかこういう家さ、僕物に出てきそうな感じ。鍛冶屋さんとか。え、なんかこういうところなかった？私が実況しうる、僕物でも。はい、左の部屋は、あ、ここは、仕事部屋？あ、なんかここは、料理するところやね。キッチンか、これ。キッチンと、ここで、え、ここで食べるの？こたつが、しまっとんかな？しまいこんどんかな、もしかして。すごくごちゃごちゃと。なにこれ？あ、お酒？お酒がすごい好きなんかな。なんかここにもなんかお酒あるもんね。こうお酒？お酒で合っとるよね。たぶん。はい、そして。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は庭かな？あ、いいね、いいね。庭先でトウモロコシ育てようんや。あ、すごい、これ。見て。私なんか植物っぽい感じのマイデザってことやろ、これ。で、これトランクケースやん。ナスビかな、これ。すごー。なんか見せ方がいろいろとすごいな。ね。ね。で、この庭先で、まあ、洗濯物。洗濯機結構家の外にあるのって多かったんじゃないかな。私もおばあちゃん家は家の外に洗濯機があった。うちは全然家の中にあるけどね。外で回してもそんなに迷惑じゃない感じ？そういう感じ？まあ、夜中に回しよる人とかもそうそうおらんかったんかもね。私結構時間帯的にめっちゃ朝早くからとか、すごい深夜やったりとかするけん。あれなんだけれども。田舎のああいう庭先とかベランダみたいなめっちゃ好きなんやけど。ああいうのなんかね、腰掛けていろいろと話したいよね。はい、それじゃあ2階へ。お、2階は客間かな？なんかそんな感じするよね。布団好き。私、自分はベッドなんやけど、なんかたまに旅館とかに行った時に、布団ってちょっとテンション上がるんよね。普段ベッドやけんかな。なんかすごい、おーってなる。布団畳むのとかもね。はい、そして地下へ。お、なんか地下いっぱい人がおるんやけど。え、なに？あ、え、すごいなんか。あ、これは、あれだね。この村長宅は、この水車小屋？水車小屋があって、その前に移動本屋さん
移動本屋さんが来とるっていう感じらしい。私、移動本屋さんっていうか、移動図書館が一回だけ見たことあるんやけど、おーって思った。あれ、借り寄る人とかおるんかな？でも結構人集まっとったんよね。え？ちなみにあれはどうやって返すんやろ？またたまたま見かけたとき？そんなんいつ見かけるかわからんよね。まあ、何かしら決まりはあるんだろうけど、よくわかってない、そういうの。移動本屋さん、移動図書館、いいね。そして結構盛況してる。はい、そして。移動本屋さんがあったってことは、ここが村長さんってことかな？千尋さんが村長さん。確かに村長さんが村民の顔を忘れたりとかしとったらちょっとあれよね。私は全然そういうのじゃないけん大丈夫やけど。ちなみにこのオレンジと黄色いコスモスはひまわり。で、こっちの紫のスミレはラベンダーのつもりで植えてるらしいです。その辺も見立てってことやね。今日ね、バーベキューなんだよ。みんな結構高性なことやってるな。なんか田舎のお金持ち街なんかな、この辺は。良きだね。お邪魔します。お？お？なんだなんだなんだ？あ、ここはなんか、廊下ってことかな。ね、そういう感じや。廊下で、こっちがなんか、まあ、部屋の壁ってことか。で、入っていくと、こういう感じの。古き良き。あー、いいね、かき氷機。シャリ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 。でもちょっと、いい感じに、ブラウン管テレビとかではない、ちゃんと薄型っていうね。お、バーベキューの材料ですか？玉ねぎ切ってるけど、ゴーグルとかかけなくて大丈夫？そんな厳重にせんでいっか。はい、え？何？左の部屋結構豪華なんだけど。え？やっぱりお金持ち。そしてここ多分なんかね、お客さんのなんか接待用の部屋みたいな感じよね、きっと。なるほど。椅子が2つあるのはこれ、こっちで、まあ、演奏してて、こっちはなんか先生がつくみたいな感じかな。ピアノの先生みたいな。うわぁ、絶対金持ちだわ。家にピアノの先生が来るパターンの家や。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、奥、ここで、多分みんなで集まってご飯食べたりとかするんかな？いいね、広々。これは一体何の前でゼロ？列車？汽車みたいな感じやね、なんか。あ、ここに座って多分小さい子が、お絵描きをしていたと。なるほど。これは？さくらんぼ。いいね、さくらんぼ。めっちゃ美味しくない？さくらんぼって。あの、なんか、ちょっと黒っぽくて、でかいのが好き。なんて言うんやろ、あれ。アメリカンチェリー？日本じゃなくなったけど。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はトイレとお風呂や。なんかすごい綺麗やね。ここはそんな和風な感じではないんや。なるほど。あ、トイレはなんかすごい囲われとった。めっちゃ囲われてた。厳重な感じで。洗濯機も別にそんなに古い感じじゃないね。ガタ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 。はい、そして2階へ。お、2階は子供部屋や。かわいい。かわいい。子供部屋？子供2人と親かな。そういう感じ。ちゃんとほら、子供ベッドの上には、あのなんか、シャラ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 って回るやつがついとる。双子とかかな。なんか同じぐらいの歳っぽいね。で、これきっと子供が描いた絵なんだろう。あ、おままごとしよんや、おままごと。よきよき。やっぱ女の子は通る道よね、おままごとって。私もなんかこういう、あ、なんかすごいな。だってこれ普通のキッチンのやつやろ？なんかこの部屋にあったらめっちゃおもちゃにしか見えんもん。超おもちゃにしか見えんもん。ラブリーキッチンよね、これ普通の。そう、なんか私も小さい頃は、めっちゃなんか、こうキッチン周りの
おもちゃとか買ってもらっとって、すごいんよね、あれ。本当に、水が出たりとかするし、なんか最近のやつって、なんかちゃんと焼けたりとかもするやつとかあるよね。なんかおもちゃでも、なんかちょっと規模が小さいだけで、ちゃんと本当に使えるのとかあるし、私なんかアイロンのおもちゃとかも昔持っとったし、洗濯機のおもちゃも持っとった。ちゃんと洗える。だけど私ハンカチ1枚とか洗いよったもん。楽しかった。小さい子って何かとなんかお母さんの真似とかしたくなるもんね。逆に大人女子よりなんか全然家事しよる気がする。進んで。そして地下では、あ、ここでバーベキューをしよるんやね。いやーめっちゃいいやん。今日はバーベキューなの。あ、この地下の作り込みめっちゃ好きなんやけど、私。よくない?よくない?なんかめっちゃ。で、こっちは畑。スイカと、その横は何やろ?ちょっとわからんけど、とりあえず横ではスイカが育てられるよね。で、あっちで焼いて、こっちに持ってき、お皿で持ってきて食べるんかな。おしゃれ。めっちゃおしゃれ、いいなぁ。なんか、今までにも、こうなんか、田舎の村っていうのは、なんか結構紹介してきたけど、ここは、結構全体的に、お金持ちがいっぱい住む村っていう感じだったね。すごいなんか裕福な暮らしなんやけど、なんか懐かしさが漂うみたいな。すごいいい感じ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかすごい充実しとって楽しそう。ある意味、リア充がいっぱいおったね。